復興号は中国鉄路高速で運用されている中華人民共和国の高速鉄道車両である。中国国内で開発され、同国内の高速鉄道、客運専用路線で運用されている電車形式であり、現在の各形式がそれぞれ時速160、250、または350キロで運営する能力を持っており、主に動力分散方式で走行する。 交流アルミ製列車である。今後、元来の和解号電車、在来線旅客列車を置き換え、高速鉄道、在来線における主力車両としての運用が期待されている。和解号は中国の高速鉄道網の発展に大きく貢献したものの、様々な国家の高速鉄道技術を吸収した結果、ドアの位置が形式ごとで異なったり、 メンテナンス面でも煩雑になっていたりしていた。これらの問題を解消するため、中国標準動車組と呼ばれる、中国標準規格の車両を開発する動きがあり、試作車に当たる CRH-0207、CRH-0503 が2015年に落成した。この二編成は、CR400AF、CR400BF として、正式採用され、新たに、 復興号という愛称で2017年6月26日に運用開始した。既存の和解号も順次復興号の図書に塗り替えられる予定となっている。この愛称は習近平総書記の中華民族の偉大な復興に由来する。なお、CR400 型の技術は100%中国が知的財産権を保有していると主張している。 同月には最高運転速度時速 200km 対応の純高速型で DJJ に依来となる動力集中式高速鉄道車両である CR-200J も CR シリーズのラインナップに加わっている。2016年11月まで中国標準動車組として量産先行車後編成が製造される。2017年1月3日、 中国国家鉄道局から製造許可が発給される。型番を CR400AF、CR400BF に定められる。2017年2月25日より CR400AF と CR400BF が重連し、北京西と甲州南を結ぶ G65-68 次列を確実担当する。7月3日から7月22日経営。 小高速鉄道で試運転。2017年6月26日計、小高速鉄道で運用。下り G123 時、下り G124 時が最初の運用となった。6月30日まで G123、156時と G155、124時を担当し、7月1日より G1、G142、g 7 G4、g G143, G2 そして G3, G12 時を担当。2017年7月27日、京古高速鉄道において、時速350キロで試運転。2017年9月21日のダイヤ改正後、G1、G4、G3、G2、G7、G6、G5、G8、G10、G9、G13、G18、G14? G17 が時速350キロ走行に改める。2017年8月21日より、北京、天津、河北で毎日22.5往復担当。北京南、竹清天津、そして北京西、拓州東、高飛天東、高村西、保定東、石河層、境内東など10駅を結ぶ。2017年9月29日。 高不可思考高速鉄道で運用。2017年10月上旬のゴールデンウィークでは、毎日5往復運用された。それぞれ高州南新線北 G9731、9732、G9733、9734、G9735、9736、高州南調査南 G6110、 6119、6, 甲州南から竹日東 G6132、1である。2017年10月16日から、福田北京西 G80、79時を担当。2017年11月20日、甲州を経由する列車では、CR400 バイト F が6編成を担当。それぞれ南京南雲州南 G7625。 雲州南上海公共 G7334、上海西橋、青い南 G7335、G7337、青い南上海公共 G7332、青い南南京南 G7350 である。2017年12月28日より、北京西西安北を担当し、生徒東延長運転。 北京南信用 G219、220、北京西南省西 G491、492、北京西調査南 G83、506、北京西武漢 G517、528、G557、558、北京西観光 G509、520、北京南吉林 G383、384、 北京南担当 G395、396、天津西復州 G329、G330、天津西大元南 G2609、G2610、北京西大元南 G91、612、615、626、601、610、613、624、 上海虹橋混迷南 G1373、1372、G1375、1374、南京南南令東 G1503、1504、上海虹橋調査南 G1341、1356、上海虹橋青い北 G1655、1658の担当を予定。しかし、車体不足により、 一部のみが置き換えられ、その他路線では、置き換えが順次なされていた。2018年2月1日、春節ラッシュに備えるため、上海虹橋調査南 G1341、1356、上海虹橋ネイハ G7502、7527、南京南南,南ネイ東 G1503、1504、南京南ヘレースイ G7643 時、 冷水上海公共 G7348、上海虹橋金華南 G7347、金華南南京南 G7644、南京南上海 G7229、上海武古 G7218、9、武古南京南 D5644、上海虹橋南昌西寺院4915、4916、 甲州東南省に指示員4917-4918を担当。2018年4月10日、北京と広州を結ぶ G19-20、G31-32、G39-40 で最高速度350キロで運用。北京上海間3編成、北京合皮間に編成運用される。 稽古高速鉄道で運行される列車の8割以上が復興号の運用となる。2018年6月12日、16両 CR400 バイト回 A が G7110G7063G72723 で運用。2018年7月1日のダイヤ改正後、長編成 CR400 バイト回 A 型3編成が初めて運用。 ありがとうございます。